が圧倒的に強いわけでもなく、カレンちゃんが勝つレースはカレンちゃん勝つんですよ。でね、これは実は今ロードカナロアのスピードとパワーっていう話をしたんですけど、カレンちゃんは真逆で瞬発力と切れ味に優れてるんです。だから競馬の馬場が瞬発力向きの馬場だったり瞬発力向きの展開になると、うん、カレンちゃんがスパーッと差し切っちゃうんですね、うんうん、でかと思えばちょっと馬場が重くなって、最後にパワーが要求されるような馬場になると、ごめんねって言ってカナロアが前に行くっていうなので、はい、この2頭がこう勝ったり負けたりっていうのはお互いの持ってるその特性の違いにあったんだろうなと、うん、なるほどいうふうに思うんですね、はい、有効先生の必勝歴史学競馬